だ。彼は強さの意味をつかめていない。あなたがその手で導いてあげてください。どうだった、オウミさんの様子。ま、そりゃそうだろうさ。オウミ君はこんなところで死ぬ器じゃない。犬飼君なら見回りに行くって。何があったのかはよく知らないけど、体の調子とか君に追求されたくなかったのかもね。彼なら大丈夫、安全な場所を用意したから。ことが終わるまでそこで待つように言ってある。必ずしもってことじゃないけど、私たちといるよりは安全だと思う。意外とあの子も強情でね、説得するのには骨が折れたよ。ごめんね、勝手だった。最低限の休養を取ったら移動しないといけないが、君たちの行方についてはご情報を仕込んでおいたから、しばらくはわからないだろうけど、いつせのことだ、すぐにここを調べるだろう。もう一回天薬量子部のアパートを使う？いやここは恩を売っておこうかなと思ってさ。違うでしょ、足屋さん。私たちはもう仲間なんだから、恩の売り買いなんてなし。お前は全くもって潔癖だよな。足屋さんが汚れすぎです。おお、現地取ったぞ。そんなこと言っちゃダメだよ。このおっさん何に利用するか分かったもんじゃないんだから。まあまあ、その話はいいとしてだ。その後の展開はどうする？まさかこのまま鏡の契約者が現れるのを待つってわけでもないんだろう。大変結構。僕と宝もできるだけサポートするよ。うんうん。
ない方がいいです。点薬量のこともありますし、危ないですよ。心配してくれてありがとうございます。すごく嬉しいです。でも大丈夫ですから、何も心配せずにいてください。僕が必ずあなたを守りますから。先輩、そうですね。ええ。あの、そんなに不安そうな顔をしないでください。僕では少し頼りないかもしれないけれど、絶対に守りますから。あなたを守って、あなたの望むものをあなたに。足屋さん、無粋すぎ。いい雰囲気のところ悪いが、時間がない。すぐに移動しよう。君たちは陽の世界に向かったと誤情報を流してたんだが、あっさり見破っちゃったよ。さすがだね。一応誤情報と僕とのつながりは切ってある。でもそれ以前にこの場所がやばい。気づくのが遅かった。もうすぐここに来る。逃げられる可能性は少ないけど、大見さんも一緒に全員で
私たちのアパートに行こう。いえ、皆さんは絶対に逃げ切れますよ。僕が時間を稼ぎます。僕なら大丈夫です。負けることはありません。クス州を退けたあの力か。あの力を使うにはリスクがある。違うかい？今までだって土壇場の土壇場でしか使ってこなかったのはそういうことだ。はい。急ごう、時間がないの。先に行ってください。わかった。だから大見君を連れてきてくれ。あ、はい。先輩も急いで。先輩、冗談を言ってる場合じゃないんです。信用していいのかい？頼もしい限りだよ、まったく。今の音は？じゃあ、僕らは行くよ。アパートでお茶を。お互い無理のない程度にね。時間がありません。境内で迎え撃ちましょう。大丈夫。伊勢さん、僕らに鏡を渡してくれませんか？鏡を使って神だけを全滅させることなんておそらくできません。どういうことですか？これだけの現象を起こす鏡の力を普通の人間であるあなたに操れるとは思えない。なめられたものですね。私たちが何も考えなしに行動しているとでも？それにこれから死ぬ者が心配することではありませんよ。すでにニールは私の策略によって倒れた。あとはもう鏡だけです。血を荒らせる手などいくらでもあります。これより僕の発する声は神の言葉。先日逃亡する際に使った力ですか？見せてもらいましょう、その実力を。
守護者の力は封じられているはずだ。守護者の力じゃない。琴倉家は代々言霊の力を使って生贄の儀式を行ってきた。呪われた血筋、金樹はその呪われた力を最大限に引き出す。なるほど。呪われた力を解放する、封じられた守護者の力を補っているというわけです。確かに強力かもしれないが、けなげなものだ。守ってくれてありがとうございます。僕もあなたを守ります。いいんです、あなたを守れるならそれで。あなたの笑顔をもう一度見るためなら僕は何度だって。次は容赦しません。終わりにします。鏡を渡せ、一世神。嫌だと言った。殺して奪う。